皆さんこんにちは、アラサー健康チャンネルのマリナです。本日は皆さんにちっちゃなお知らせです。私この度サブチャンネルを開設いたしました。まあ、あのね、サムネでタイトルでも分かっとるわっていう感じだとは思うんですけども、この度もう一つチャンネルを開設いたしました。チャンネル名はマリナの日常チャンネルでございます。で、今回のね、この動画では、今やってるこのメインのね、アラサー健康チャンネルと、あと新しく作ったマリナの日常チャンネルの内容何が違うのっていうのを改めて説明しておこうと思いまして撮ってます。で、まずそもそもね、なんで新しくチャンネルをもう一個作ろうかと思ったかっていうと、もっとね、いろんなことをシェアしたいと思ったからです。で、そもそもこのメインでやってこのアラサー健康チャンネルは、まあ皆さん知ってる方も多いと思うんですけど、みんなと一緒に健康になっていく、自己肯定感を高めていくっていうのを目標にしている、まあメインのチャンネルになるんですけども、一方で私が普段生活してて、まあ健康とは全然関係ないけど、これめっちゃいいじゃんって思うことだとか、うわ、これめっちゃ良かったか、ちょっと友達に教えたいわって思うような情報ってね、もうめちゃくちゃたくさんあるんですよ。めっちゃある。まあ例えば自分で使って良かったなって思う化粧品のことについてだとか、まああと私ね、結構さ、昔からさ、シミがさ、ひどかったんだけど、動画にも前出したんですけど、結構ね、改善してきたりだとかしてて、スキンケアに関することもシェアしたいですし、あとはメイクやファッションや日用品だとか、もうなんだろうね、もうありとあらゆることよ、ジャンルは多岐にわたる。で、そういういわゆる日常的にね、役に立ったなとかいいなって思ったことを、このメインのね、アラサー健康チャンネルで動画にしようかとも思ったんですけども、なんかちょっとずっとね、違うなって思ってね、出せてなかったんですよ。っていうのは、やっぱりこのアラサー健康チャンネルって、ダイエットしたいだとかボディメイクしたいだとか痩せたいだとか体をね整えていきたいっていう人たちが集まってると思うので、そういうマリトマさんたちに向けてね、例えば私がさ、なんかこの家電良かったですよとかって言うのもなんか違うなと思ったし、このビューラーマジ上がるんですけどみたいなのに言うのもね、なんかちょっと違うなと思ってまあ要はこのメインのチャンネルは本当に健康に特化したチャンネルであり続けたいと思ったので、分かりやすくチャンネルを分けて配信していくことにしました。で、こっちのサブチャンはまあ私としてはあくまでもサブなので、このサブチャンをやることでね、メインの内容が変わるかっつったら全く1ミリも何も変わらないんですけども、ぜひアラサー健康チャンネルと同じように皆さんの生活に役に立つ情報っていうのを出していくっていうのはね、一応コンセプトにしたいかなと思うので、ぜひこちらの方も登録してください。で、まさに1本目の動画を本日投稿しておりますので、概要欄の方にチャンネルの URL 貼っとくので、ぜひそちらから見て登録よろしくお願いします。で、最後に一点だけね、マリトモさんたちにお願いというかね、まあお願いなんですけども、ぜひ上がってるサブチャンのね、動画のコメント欄に、どういう動画を見たいのかっていうのはね、コメントでぜひたくさん教えてほしいなと思っておりまして、っていうのはメインでもね、サブでもね、同じ考え方でいるんですけど、私はマリトモさんたちと一緒にね、このチャンネルを育てて作っていくっていうことをね、本当にやりたいと思ってるので、それはね、メインでもサブでもね、もう本当に変わらないんですよ。それからみんなが知りたいって思ってることだとか、これって実際どうなのって思ってることを、まあ私が引き受けてそれを検証したりだとかやってみたりだとか情報発信していくっていうのをね本当にやりたいなと思うので、ぜひ日常チャンネルで見たい内容はそっちの方のチャンネルの方でコメントたくさんよろしくお願いします。ちなみにこのね日常チャンネルの方はまあメインよりかはねゆるっとやってるので、私の友達とか家族とかまあ誰もだねそうとかもねもっとメインよりかは頻度高く出ると思いますので、そのあたりもぜひ楽しみにしててください。それでは今日の動画は以上にしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。日常チャンネルの方でもよろしくお願いします。じゃあまたねー。じゃあねー。